また同じ夢か。そうだ、振り払えない。もう平気だ、休んでくれ。いや、ピアソンに証明してやる。奴が何と言おうが証明することなんてない。まあ奴には俺もうんざりだ。故郷では真っ向からぶつかったもんだ。出ないと敬意は勝ち取れない。確かにな、男には自分の戦いがあるもんだ。死んじまえば敬意もクソもないが、こうしてお前がそばにいて、それにセントミカエルも見ていてくれるんだ。俺たちに怖いものなんてないさ。そんなもん信じてるのか。どんなものにでもすがるぜ。で、夢の話はしてくれないのか。農場の牛が殺され、俺は兄貴のポールと狼退治に向かった。どいて、今やってるよ。どいて。大丈夫か。ごめんよポール。いいんだよレッド、怖いのは当然なんだ。それじゃ家に帰ろうぜ。あの日俺は二度とポールを失望させないと誓った。だが今やピアソンの期待にも応えなければならない。身を隠せ。さあ、ターナーは別動隊を率いて広場に向かう。俺たちは教会からの制圧射撃だ。質問は？よし、一つあります。スタイルズ、勝ちたきは口を閉じてろ。行くぞ。俺好かれてるな。グレネードを投げるぞ。グレネードを加え。気を抜くなよ。さあ急げ。敵が移動してる。突入する。左から援護射撃する。何かを蹴るな。標的発射方向。頭に命中。奴らが撤退する。ドイツ軍のスリープだ。家屋を確保。教会に向かえ。くそ、通りにまだいるぞ。おい、爆撃砲に合図を送れ。炎の近くだ。こっちだ。受け取れ。ターゲッティングスモークをくれ。聞こえたか。あいつらを退避させてやれ。動けない。頼む、助けてくれ。俺は奴らに制圧されてる。スモークを使うんだ。前に進む。動けない。スモーク行くぞ。動けない。頼む、助けてくれ。俺がついてる。ロケットが来る。どこから連れ出してくる。標的50号。しっかりしろ相棒。必要なら救急機構を使え。
救急キットだ、ジャニエルズ。ガイエロ、ターゲッティングスモークをくれ。妖怪の入り口に。よし、ダニエルズ、扉を開けろ。了解。こっちだ。行くぞ。どこ行った？俺たちが来るから逃げたんだ。ドイツ兵は物資を置いていった。くそ！2階にマシンガンがある！気を隠せ！ゼロ！ゼロ！うるせえ！2階にはドイツ兵を置いていった！側面に注意しろ。援護しろ。全員捨てろ。低く構えて側面から叩け。倒した。ダニエルズ、対空砲に向かうぞ。ドアを開けます。戦闘機を落とされてる。ザスマン、ハイエロ、対空砲を破壊しろ。了解です。ダニエルズとスタイルズ、俺と一緒に塔で見張りを行う。しっかり見張っててくれよ。頼んだぞ。心配ない、任せてくれ。そうだな。階段を上がれ、行くぞ。はしごを上がれ。高所恐怖症のやつはいるとしたら。ほっとけ。早く上がってこい。サスマンを守るぞ、いいな。よし、動き出した。制圧射撃を控えて対空砲の排除を援護しろ。あと2人、燃えている車のそばだ。ザスマンを邪魔するドイツ兵を排除しろ。敵だ、2階にいる。起き上がれないな。あと一人、窓にいるぞ。ドイツ兵、左側面。中庭にまだ対空砲がある。無人だが目を離すなよ。もう一つだ。火炎砲敵だ。確認した。倒した。残りを排除しろ。攻撃する。あと一人。クリア。よし、やりやがった。進路を確保しろ。ハーフトラックが広場に入るぞ。足止めされてる。ターレットを叩け。
仕留めた。マスマンが足止めされてる。一人やった。よし、最後だ。動けないんだ。マシンガンを撃て。いいぞ、ダニエルズ。最終砲まであと少しだ。屋上にどいつらへ。上から撃たせるな。外したぞ。最後だ。ナイスショット。ダニエルズ、通りの奥にどいつら兵だ。やったぞ。後方から銃撃されてるな。背後にハーフトラック。命中だ。包囲されてるぞ。倒した。どうなってる。ターナーがやったんだ。狙い続けろ。ターナーを援護し、ザスマンをサポートさせろ。そんな。ダニエルズ、今行く。捕らえろ。うわ、そんな。そこを離れろ。そこから出ろ。急げ。天使に見えるか。いえ、お前を守るためにここにいるんじゃないんだぞ。アクション、部下を二人失った。力を合わせるぞ。対空砲を排除する。急げ。ザスマンがいないぞ。指揮者を崩壊する前はいたはずだ。今はここに留まるのが最善だ。こいつ兵をここに寄せつけるな。予備のグレネードは俺が持ってる。持ち場を守れ。よし、おい、あいつらを援護しろ。制圧射撃、撃ち続けろ。対空砲がまだあるぞ。頭に命中。階段を駆け上がってくるぞ。奴らはこっちの位置を潰す気だ。押し返せ。了解。攻撃用意。裏に突き当てやる。奴を捕らえてる。ああ、攻撃解消する。スモークグレネードを投げる。グレネードとスモークだ。左側面を攻撃しろ。スモークとグレネードは俺が持ってる。よし、一人連れてった。
境界空想やったぜよくやった全力を尽くしてくれたな奴らを敗走に追い込んだんだこれ以上ない戦果だ素晴らしい兵士たちじゃないかお前が間違ってたな俺を騙していたな甘やかしすぎたようだこれからは本気を出してもらうぞあいつにヒトラーの首を差し出しても満足しないだろう今日みたいな戦いを続ければすぐに戦争も終わるさだからこそ大胆に行くんだよし乗ったマリニーを占領した俺たちが進めば進むほどドイツ軍は引いていくだがピアソンは厳しくなる一方だ俺たちは結果を出さなければならないだろう